はい、では今回オーストラリアでおすすめの滞在地域を紹介していきたいと思います。私の一番おすすめの滞在都市はシドニーです。私は本当にシドニーが大好きで、もうシドニーでたくさんの経験をして、たくさん綺麗な景色を見て、たくさん友達を作って、シドニーで出会った人たちが今もすごく続いているので、出会いがすごくたくさんあります、シドニーは。なんでそういった意味で出会いが欲しい、いろんな景色を見たい、いろんな食べ物食べたい、しかも海も好きっていう方にはすごくおすすめな場所なので、今回紹介させていただきます。まあ私は今までこのオーストラリアに今1年2ヶ月滞在してるんですけど、その中でシドニーは7ヶ月滞在しています。ケアンズに4ヶ月、マッカイに2ヶ月住んでいました。今3つの住んできた都市の中でやっぱ一番おすすめなのがシドニーです。で、なんでシドニーがおすすめなのかっていうのを最初に全部、まあ、情報がたくさん集まりやすい。どういう情報かっていって、やっぱ旅の情報だったりとか学校の情報だったりとか。で、2つ目がイベントがたくさんある。例えばボートパーティーがやっぱり盛んだったり、あとやっぱ年末年始の花火、都会なのでいろんなイベントがあるから友達も作りやすいですし、シェアハウスもやっぱりいろんな条件のところがたくさんあるから、海の近く都会だったりとか、値段もいろんな値段があるので、そういった意味で家探しもしやすい。素敵なビーチが多い。シドニーって結構都会でガヤガヤしてるイメージあると思うんですけど、そういった中で都会の部分もあるし、ちょっと離れればすごく素敵な静かなビーチもあるので、マンリービーチだったりとか、あとボンダイビーチだったりとか、もう本当に都会にいるけどちょっと出ればビーチでゆっくり過ごせるっていうのもシドニーの一個魅力です。日本食だったりとか日本の美容グッズを入手しやすい。日本食が恋しくなったら日本食すぐ食べれる環境だし、日本で使っていた化粧品とかだったりとかをすごく入手しやすいです。なので女性にとってはおすすめの街です。多国籍文化だからたくさんの料理が食べれます。インド料理、タイ料理、フランス料理、イタリア料理、日本料理、韓国料理といっても、さまざまな場所にいろんな国の料理があるので、オーストラリアにいながらいろんな国の人たちが住んでるシドニーで、その人たちが作った味が食べれるっていうのがすごく魅力かなとも思います。何でも便利、交通だったり食だったり仕事探しだったり、やっぱり仕事探しで言ったらシドニーが一番いいんじゃないかなって私は思います。私もシドニーで3つ掛け持ちできてて、そのぐらい仕事は探しやすいです。いろんな食がたくさんあるから、いろんな観光地に気軽に行ける。オペラハウス、ロックス、ボンダイビーチ、マンリー、ブルーマウンテン、ハーバーブリッジ、都会好きにはすごくぴったりな街はシドニーだと思うし、あと海が好きだったら海もすぐ近くにあるから行けるし、海好き都会好きにはすごくおすすめの場所です。公園もいろんな場所にたくさんあるので、ちょっと都会が疲れたなって時に公園でゆっくりできたりとかもするのでおすすめです。天候がすごくいいです。シドニーは結構暖かい日と晴れの日が多いので、シドニーをおすすめします。やっぱりシドニーでたくさんいろんな景色を見て、友達もすごくたくさんできたし、いろんな料理をたくさん食べれて、私はシドニーで一番いろんな経験ができたかなって思ってるので、シドニーをおすすめします。で、まあ、他に住んだケアンズもやっぱりずっと東京で住んできたからこそ、ケアンズみたいなスーパーまで1時間ぐらいかかるような場所に住んだことがなくって、そういった全く今まで住んだことないような環境で住むのも私はおすすめです。ケアンズは市内から離れたところに住めば、ワラビっていうちっちゃな動物がたくさんいて、日本では絶対見れない光景だし、あとやっぱり星がすごく綺麗なので、2位はケアンズです。以上、私のオーストラリアのおすすめ滞在都市でした。あと1週間後にこれからオーストラリア一周の旅に出ます。オーストラリアどんどん楽しんでいくので、そういったオーストラリアの情報をたくさん発信していくので、ユニオンクリップのチャンネル登録で、私もう一個自分のチャンネルで Vlog を配信しているので、そちらもチェックよろしくお願いします。バイバーイ。